ほれほれ羊よ、この小麦が欲しいか。欲しいなら、あれ、ちょ、君その、欲しいからといって、輪っかが出ちゃうのはちょっと反則だよ。じゃあ続けよう。この小麦が欲しいか。欲しくりゃこの小麦をくれてやる。ほらよ。なんかごめん。はい、おはようございます。どうも、わらでございます。じゃあ今回もね、お寿司クラフトやっていきましょう。さあ、おはよう、おはよう。よし、じゃあ今日はちょっとね、繁殖から始めて。いいね、いいね。あ、生まれた。早速食ってるね。よし、じゃあ今日はちょっとお知らせというか、まあ単純に気づいたことがありまして、今ね、向こうの方に作ってるんですけど、あのね、例のものをね、例のものを作ってるんですけど、今段階的には、もう半分ぐらいはできました。外装はね、外装半分ぐらい終わって、車輪の部分がほぼ終わったので、ね、僕、大事なことを忘れてまして、お寿司って、シャリだけじゃなくて、ネタも一緒に構成されてるんですよね。いわゆる、切れ身とか、刺身ね、マグロとかサーモンとかで構成されてるのを忘れてて、俺もう、シャリさえあればいいやと思って全部、白色の羊毛にしちゃったんだよね。それをね、作ってて、あそこまで完成してようやく気づきました。あれ？これあれもしかして、このままじゃシャリだけで終わっちまうなっていうのを気づいちゃってね。なので今回は、上のネタとなる部分をね、ちょっと取りに行こうかなと思います。なんか要するに、染料、赤い染料をね、取りに行こうかなと。まあ、個人的にはお寿司は、マグロをね、ちょっとイメージして作っていこうと思ってるんで、お寿司はね。なので、ちょっと、ポピーを今日は集めに行こうかなと思います。な、お寿司、おはよう。今日は久しぶりに一緒に行くか？じゃあ、冒険。どうする？カニも一緒に来る？でもみんな来たと、迷子になっちゃうからな。どうしようか。まあ、今日はじゃあ特別、マイマイたまには連れていこうか。いつもなんか、日向でぼーっとしょるけんさ、ほら、たまにはおいで、マイマイ。よし。お魚あるある。26もあるんや。よし、じゃあ、今日は、マイマイと一緒にね、ポピーを集めに、行きます。よし、マイマイ。じゃあ行きましょうかね。どの辺探そうかな。まあ、とりあえずこの周辺で集めていきましょうか。あんまり遠出してもね、迷子になっちゃうからね。ポピー、あれってさ、羊に一回染料をつけてしまえば、その一生その色を取れるのかな、あれって。なんか、わ、草がすごい。それかあれなのかな、つけたら一回だけで終わりっていう感じなのかな。どっちなんだろう。もし一回で終わるんだったら、一気に羊毛を買って、そっから染料で色をつければ、そっちの方が楽だよね。どっちなんだろう。一回試してみようか、じゃあ。一匹赤く染め上げて、そいつを買って、で、またもう一回赤いやつが生えるかどうか、試してみようか。あれだね、結構、生えてるね、意外と、近くに。今までさ、ポピーとかさ、花を全然、取ってこなかったから、ほら、タンポポもいっぱいあるね、これ。タンポポもついでに持って帰ろう。なんか、植えちゃろう。お寿司屋さんの前にさ、植えたら可愛いかな。あ、でも似合わんか、お寿司の前に。たまに、マグロかな？なんか、マグロ寿司のさ、上にさ、タンポポ持ってることないですか？たまに。なんか昔、あった気がするよね。あれ、何なんだろう。どういう意味で、載してるんだろうね。タンポポは一体。だって、食べないもんね、一緒にパンポとお寿司を。美味しいわけでもないし、一緒に食べて。あれ不思議だよね。っていう疑問でした。よし。この辺タンポばっかや。全然ないな。あ、
相変わらずそのなんかケタピラ感がいいね。ゴロ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 ってきてる感じ。すげえ速そう。お、あった。すげえ速そうだよね。だって。なんかスピード感がな、なんかすげえある。高速道路で行ってもなんか全然違和感ない気がするもん。マイマイがさ、高速道路でブイーンって言っててもね、あんまりの違和感ない気がする。あ、あの島にもあるな、ポピーが。あ、結構あるな。あ、あ、向こうめっちゃある。な、すげえ。ポピーがこんにちはしてる。ポピー劇団だ、あれ。ちょ、見に行こう、ポピー劇団。よいしょ、よいしょ。よしよしよし。あ、落ちちゃった。ヒョン、回収。オッケー。は。こんな、あ、まだあるね。よしよし。今の25、26、30、あ、30個ありそうだな。とりあえず30個あればいいかなと思ってるんだけど、おぉ。前々の顔、本当は煽られてる感じがするんだよな。この、馬鹿にされてる感が半端ないんだけど。常に笑ってるもんな。あ、向こうにもあるな。とりあえず30個あれば十分かな。よし、あ、まだある。とりあえずじゃあ、一旦帰って、染料が一回染め上げて、羊の毛を染め上げて、一回買ってももう一回その赤月が生えるかっていうのを検証してみよう。ちょっとわかんないからね、本当に生えるかどうかが。これで生えてくれりゃ、すごい楽な話なんだけどね。でも。なんか、え、マイ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 どうした？危ねえ！どうしたマイマイ急にびっくりしたー今。え、大丈夫マイマイ今。めっちゃ食べてお魚食べてお魚。回復した？あーびっくりした今今死ぬんかと思ったマイマイが。ちょっとほんと今心臓に悪い気にやめて。マイマイ。突然のお金が来るかと思ったわ。そう、マイマイ結構ね、判定が意外と体の割に大きいから、難しいんだよね、移動が。びっくりしたー。こんなところでばかりになったら俺泣いちゃうわ。危ねえ、危ねえ。よし、じゃあ帰るぞ、マイマイ。もう真っ暗やな。はい、帰ってきました。じゃあ、まず、ポピーを染料に変えちゃおっか。よいしょー。あれ？マイマイ、あ、マイマイ、びっくりした。待って、マイマイが全然固定されなかった。これで固定になった。オッケー、動かない、もう。よし。じゃ、ポピーを染料にして、よし !36 もあれば、でも、意外といけそうだな。1匹から何個も生成さえされれば、これでいけるんだけどな。まずじゃあ、やって、これで狩ります。ジャキーン！パワーアップして、2個取れたな。あ！あ！生えるじゃん、ちゃんと！あ！よしよしよし！オッケーオッケー！検証結果では、ちゃんと一回染料で染め上げればその色に反映されるんで、もうじゃあみんな、赤く染め上げてやろう。おめえらを全員赤く染めてあげてやる。はあはあ、よし。あらかた、みんな、赤く染め上げてやったぜ。よし、お前はネズミのか。お前も赤く染めてやろう。ぜし、オッケー。よし、じゃあ、これで、赤い羊毛はね、間違いなく足りると思うんで、またじゃあ、溜まったらね、あそこ、ネタの部分をね、作っていこうと思います。よし、じゃあ、今日はこの辺で寝ますかね。そろそろあれだね、お店ができそうだね。お寿司クラフト、お、大丈夫か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 。前々、おてんばさんやな今日どうしたん、大丈夫？おいで。前々。おいで。こっちやぞ。そう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 、オッケーオッケー。はい、このお寿司クラフトは、まあ、お店ができてしまえばもう、終わりという形になっていると思うので、多分そろそろ最終回が近づいてるので皆さんね、まあその辺の方ね。
今日もね、近づいてるところで、よろしくお願いしますって全然今言葉が見つからなかったわ。なんか言おうと思ったけど、全然言葉が見つからなかった。よし、じゃあ今日は寝ましょう。ではみんな、じゃあおやすみなさい。じゃあまた次回お会いしましょう。バイチャ。